んにちは。今日は世田谷区三軒茶屋にあります図書館カウンターに来ました。本を置いてない図書館ってどんなものなのかちょっと興味が湧きます。しっかり視察していきたいと思います。はい、それではもう図書館カウンター三軒茶屋の中に入ってまいりました。先ほど申し上げた通り、ここ本を置いてない図書館という形なんですけども、実際こちらですね、どんなシステムになっているんでしょうか。はい、こちらは本のない図書館ですので、事前に予約をしていただいて、三軒茶屋にご予約をしていただいてから貸し出しということになります。あとは返却自体は世田谷区内の図書館でお借りになったものでしたらば、返却はいくらでも受け付けられますので、そういった施設になっております。予約するときって、はい、このカウンターに来て、はい、こういう本が欲しいですって言って予約をする形なんですか。それもできますし、お家はスマートフォンからインターネットでアクセスしていただいて予約ということもできます。では例えば、ちょっと街歩いてた、あるいはテレビを見てた、はい、この本読みたいってなった時に、はい、スマートフォンから予約をして、はい、蔵書にあれば、はい、読みたいって予約すると、例えばいつ頃届くとかが分かるんですか。在庫の状況によるんですけれども、もし在庫があれば 2,3 日ほどでお届けができます。じゃあもう在庫さえあれば、はい、でちなみにその在庫っていうのはどこにあるんでしょう。はい、世田谷区内の16の施設、図書館の施設ございますので、そこにある本から200万冊ほどあるんですけれども、そこから三軒茶屋に本が届きます。一般的に図書館も確か自分の、例えばお家の近くにあれば、はい、その図書館に行って、はい、その図書館じゃなくても、はい、その区内の他の図書館にあったら、はい、ちょっと持ってくることができるっていう街もあったりするんですけど、はい、それに近い形というか、そのカウンター業務だけが出てきていると。これは、世田谷区さんが始めたという形だと思うんですけど、はい、実際にはこれどうなんですかね。今までこういったやり方っていうのは、僕としてはなかなか画期的だなと思うんですけども、思い切ったなと思うんです。イメージするときっと中入るとですね、普通図書館って本がブワーッと並んでるイメージですよね。そうですね、並んでないんですよね。そうですね。はい、ご覧いただけたら分かるかと思うんですけど、ね、はい、これだけなんですよ、スペースが。はい、なのでその中で働いてらして、はい、ちょっとなんかこう違和感があったりしないですか。そうですね、インターネット上システムを通して世田谷区内の図書館とつながっておりますので、難しいレファレンスを受けた場合はやっぱり本があった図書館が望ましいんですけれども、違和感というのは特に私は感じておりませんので、ね、いや僕ね、でもただ、でも違和感というのはあまりいいことになることじゃないですけどね、すごく思ったのが、はい、東京って土地高いんですよ、はい、図書館って蔵書をたくさん持とうとすると場所必要じゃないですか。なるほど、確かにものすごいコストかかるんですよね。特にここ三軒茶屋ですか、駅前ですからね、これ駅まで歩いてもう5分かかんないぐらいの場所ですから、駅前に本当の図書館作ろうとすると相当、作るのもお金かかるし、もっとも商業施設だと利益を生み出しますけど、そうじゃない図書館だと基本的には公共サービスみたいなのがあって、これはすごくいいなと思ったんですよね。すごい小さいスペースで本を借りられる、そうするとこれ増やしやすいんですよね。行政的な立場からするとこういう図書館どんどん増やしていって、である程度大きいところ、郊外でもここにどんと大きく本を構えておいてやれる。これちなみにもし知ってたら教えてほしいんですけど、はい、世田谷の三軒茶屋以外にこういうやり方してるところとかありますか。はい、あと一つ施設ございまして、双子玉川に同様の施設ございます。双子玉川、はい、足りないですね。いやっていうのはその2つはいいんですよ、この2つはいいんですけど、はい、もっと欲しいですよね。もうなんか都内に500箇所ぐらいこういうのがあって駅前に全部ありますぐらいの形になってるといいかなと僕なんか思うんですけど、どうですか。そうですね、ここできて本当に助かってますっていうお声をもう毎日のように利用者の方からいただいておりまして、朝の9時から夜9時まで空いておりますので、そういった利便性もありますし、駅から近いっていうので、本を選ぶときは本がたくさんある図書館に行って借りて、でも返却ってちょっと面倒くさかったりするので、
で、そういった場合は駅前で通勤の途中、通学の途中にちょっと返してというような利用の仕方もできますので、ありがたいというお声はもう毎日いただいております。使い方によっては本当便利ですね。それから、じゃあ住んでるところの近くで本借りて、はい、まあ、通勤途中で読んで、はい、帰り、あ、読み終わったと、はい、そのまま駅前の図書館で返して、はいはい、でまた休みの日にゆっくり自分の家の近くの図書館で見るとやり方もできると、はい、あ、じゃあここで借りたものじゃなくても返却ができるんですね。あ、はい、世田谷区内の世田谷区内の本でありましたらこちらで返していただくと。これは画期的、めちゃくちゃ画期的な感じがしますね。で、下二子玉川で両方とも世田谷区でやってるということになってますね、はい、そうですか。はいですね、月に6000から7000ぐらいの利用者の方にご利用いただいておりまして、貸し出しはですね月に5000、あ、1万冊ほどで、返却の方がやっぱり多くてですね、1万1000冊若干多くなるんですね。はい、ちなみにこれ利用するには登録とかなんかそういうのは、はい、世田谷区内に図書館共通利用カードというものを作っていただく必要がございます。一般の図書館と同じという感じでいいんですか、ね、はい、そうです。この図書館使える、はい、ものがあれば、はい、例えば先ほどのスマートフォンとか、はい、そういったものも、はい、その登録さえしていればすぐ使えるようになると、はい、すぐ使えるようになります。それがなかなかいい。実際じゃあちょっと業務の流れをですね、はい、この後私じゃあ少し経験、はい、体験させてもらってもいいですか。あ、もちろんです。 ありがとうございます、はい、じゃあ早速体験をさせていただきたいと思います。はい、じゃあ実際にカウンターにお客さんが来ました、はい、図書お客さんです、はい、で、まず本当は図書、登録カードみたいなのがあるんですよね、はいはい、こちらの世田谷区図書館共通利用カードをまず、はい、作っていただくというご案内をいたしております。これですね、はい、これを、まあ、私の方から、はい、これ出して、はい、出していただいて、はい、予約を事前にしているという想定。あ、そうか、予約はですね、まあ、予約スマートフォンでもできるんでしょうけど、じゃあここに来て予約をするっていう形でいいですか。はい、はい、それです、はい、そうしましたらですね、はい、予約の申し込み書に記入いただく必要がございます。こちらにカードの番号とお名前、はい、あとご用意できた時の連絡方法、資料が用意できた時のご連絡方法、お電話か E メールか、まあ、もしくは連絡不要かっていうのを選択していただいて、住所を書いていただき、分かる範囲で結構ですので、タイトルですとか、はい、ISBN を書いていただく。書誌番号というか ISDN 番号ですね。はい、なるほど。で、分かんなければ署名とか著者名とか出版社、分かるところだけ書いて、はいはい、で調べていただけると。はい、お調べいたします。そういう形なんですね。はい、じゃあ例えば簡単に来たら、はい、こんな言葉が入った本なんですね、そのタイトルに一部分だけしか分かんないんですけど、はい、っていうのでも探してもらえたりするんですか。はい、可能です。なるほど。はい、じゃあ、例えばですね、まあ、真面目ぶっていきましょう。はい、著者名マックス・ウェーバーの、はい、職業としてとかなんとかっていう本があるんですかっていう。お待ちくださいませ。はい、2016年に圧縮版が出ておりまして、あと職業としての学問というのもありまして、職業としての政治、いろいろございますが、職業としての政治ですね。こちらがですね、世田谷に1件ございまして、はい、予約をしていただいて、じゃあ予約が1件入っておりますので、ちょっとお時間いただくんですけれども、はい、今予約いただければしばらくしたらご用意ができますので。はい、びっくりしました。この本に今予約が入ってるってことに私一番びっくりしたんですけど入っております。すごいですね、はい、やっぱ皆さん勉強熱心な方はさすがですね、はい、で こういう形で分かりましたと、はい、でこれ書いて、はい、お願いしますと、はい、予約お願いしますって言うと、はいはい、本それですぐもうこれで完了です。あ、なるほど、はい、であとは 2,3 日後に、はい、今の説明だったら1週間なり2週間なり、はい、またその、はい、届きそうな時にで、はい、本届いた時に例えば届きましたよみたいな連絡が来たりはするんですか。はい、はい、それをお電話かメールか あるいはいらないかっていうふうな選択ができます。できるんですね、はい、例えば E メールでくださいって言ったら、はい、E メールで届きましたって連絡が来るので、はい、でちなみに届いてから何日ぐらいの取り置きとかあるんですか。はい、ございます。1週間の取り置きとなっております。じゃあ届いてから1週間以内に取りに来ないとまた戻されたり、はい、キャンセルっていう扱いになる。はい、さようです。
はい、でも借りてから、はい、返却までが、はい、2週間となっております。2週間、はい、で延長もできるんですか。はい、延長も次の予約が入っていない場合に限るんですけれども、はい、返却日の3日前から受け付けることができまして、そうしましたらまた2週間お貸し出しができます。じゃあ、ここ確か朝9時から、はい、夜9時まで、はい、そういえば休みの日ってどうなってるんですか。月に一度第3木曜日にいただいております。第3木曜日以外は全部やってるんですか。全部やってます。恐ろしく便利ですねいや皆さん大変なんだと思うんですけどあ、そうなんですね。あ、じゃあ土日も含めて、はい、あの自分の時間で、はい、あの朝9時から夜9時の間で空いてるところどこかで配信するということで可能だと。可能です。なるほど。簡単、結構簡単ですね。簡単ですよね、はい、ちなみに例えば返却に来ました、はい、まあ、こういった本を借りましたと、はい、返却に来ましたといった場合は返しましたって言ったら、はい、じゃあちょっと中身だけ確認させていただきます、はい、はい、これで 1.5 返却ありがとうございました。これで簡単ですねレンタルビデオ店並みの簡単さ。そうですか。あ、これは非常に使いやすい。よくわかりました。ありがとうございます。はい、あれですよね、はい、図書館じゃない、図書館であまり見ないものも置いてあるんですけど、はい、これは何でしょう、はい、世田谷区内の障害者施設と連携を取りまして、こういった自主制作品の販売を承っております。ハッピーハンドメイドというふうに呼んでおりまして、収益は全て施設様にお渡ししているものになります。こういったあのハッピーハンドメイドブックというカタログがあるんですけれども、ここにかあのカタログある商品からピックアップして、今100商品ほど、17の施設の100商品を置かせていただいております。いっぱいありますね。いっぱいあります。これどのくらい売れるものですか。ですね、三軒茶屋ではだいたい300から400ほど売れております。ここだけでってことですか。ここだけで、はい、月に月に、はい、で二子玉川もあの同様に販売しているんですけれども、それと合わせると500個ぐらいだいたい販売がございます。本当になんか、はい、食べるものから、はい、いろんな製品、はい、あとはカバンに至るまで、はいはい、いろいろやってるんですね。はい、もう施設の方がそれぞれ工夫を重ねているものを置かせていただいております。これいつから始めたんですか。これはもうあのオープン当初からやっております。オープン当初から一緒にやってるんですね、はいはい。じゃあ図書館に来る人が増えればまたこういうの見て、はい、そこでまた親しんでいけばまた固定客になる、はい、そうですね。いい取り組みですね、はい。三軒茶屋で一番人気のものはこちら、サネダコーポーターのマッシュポテトになっておりまして、あの120円なんですけれども、牛乳と塩コショウを入れたら簡単にマッシュポテトができる、しかも結構2人分って書いてあるんですが、3人分ぐらいの量があるものでして、これかなり人気の商品でございます。そうですね、隣にあるこちらハーモニーさんという施設が作られている幻聴妄想カルタというものがありまして、これはあの障害者の方が作られた、カルタなんですけれども、障害者の方があの自分のなんていうか精神の中で妄想をよくされると、例えばですね、鶏になった弟と親父とかですね、そういったものをちょっとあのカルタにしまして、市原悦子さんが朗読をされてらっしゃるそうなんですけれども、販売を行っております。結構あの福祉系の授業とかそういった学生にもニーズがあるそうで、カウンターでも販売実績はございます。こういったものになっております。はい、どうでしたでしょうか。私はですね、ここ図書館カウンター素晴らしい施設だなと思いました。で、まあ、これ見ていただくことで返却は24時間可能なんですね。こういう施設はまあ作りやすいです。行政としてもコストは少なくて、ちゃんとした図書館もちろん必要なんですけれども、ちゃんとした図書館ばかりを増やすのはなかなか難しいので、まあ、そういった意味では、まあ、これは都市型の取り組みとしては非常に興味深い、もっともっと都内全域に広げていきたいなと思っていました。また次の機会に。